三菱電機メカトロニクスソフトウェア株式会社は愛知県名古屋市に本社を置く三菱電機グループ会社。三菱電機グループ内では MSW と呼ばれる。我が社はお客様の立場で誠意と相違に満ちたより良いソリューションの提供に努め豊かで喜びに溢れる社会の実現に貢献します事業所の多くが三菱電機の各製作所内に置かれていることから 各場所の親睦団体である霊碑司会に当該事業所の全従業員が加入する。会費は名義司会の場合で月200円であり給与点引きされる。なお、入社時に霊碑司会への加入意思の確認は行われず、従業員は入社と同時に霊碑司会に自動的に加入する。社内労組を代替する組織として社員会が存在する。管理職以外の 全生社員は入社と同時に、社員会に加入し、労使関係の問題点などを社員会を経由して、ボトムアップで、経営層に定義することができる。ただし、定義内容は、所属部門の会合において審議され、社員会委員などの賛同が得られなければ棄却される、こともある。社員会の会費は月数百円程度であり、給与転引きされる。社員会に加入できるのは、 正社員のみであり、契約社員やパート従業員には、加入資格が与えられない。2018年度までは、各事業所の社員会代表者が、労使協定の締結に必要な過半数代表者として指名されていたが、口述するように一部の従業員のみで構成された、社員会の代表者を過半数代表者に指名する、ことは、労働基準法に定職することから、2019年以降は、 社員会代表者は、自動的には過半数代表者に選任されなくなった。ただし、社員会規則により、各事業所の社員会代表者は過半数代表者を、選出する選挙に立候補することが義務付けられている。2019年に名古屋北浪基礎より、労働基準法違反で、是正勧告を受けた。本件は、 労使協定の締結に必要な過半数代表者の選出手続きにおいて、正社員以外の従業員を除外して投票を行っていたことに起因する。2019年度に三菱電機株式会社内で発生したパワーハラスメント事案の影響により、三菱電機メカドロニクスソフトウェアの従業員に対しても宴会等の自粛が指示された。 2020年の新型コロナウイルス対応より前から季節性インフルエンザ等の感染症に対し特殊な対応を行っている。例えば、毎年冬になると発熱などの症状を呈した従業員に対し従業員、またはその家族が季節性インフルエンザに感染していることが判明した場合、以下のような文言のメールを同一フロアに勤務する従業員に同方発信して、 注意を促している。レブレイカレイレイさんがインフルエンザレー型に感染しました。本日より休業を指示しました。レブレイカレイレイさんの娘さんがインフルエンザレー型に感染しました。レブレイカレイレイさんと同居のパートナーの方がインフルエンザレー型に感染しました。季節性インフルエンザは感染症法が定める第5類感染症に該当するものの、 労働安全衛生法が定める就業金使用権に該当しないため使用者が休業を指示した場合には原則として休業保障を支払う必要があるが会社側は一切支払っていないまた従業員の家族が大ホルイ感染症に感染した事実を広く周知する必然性について会社側は説明をしていない2020年3月に 退職届を送付した従業員の自宅を管理職2名が夜間に訪問したが留守であったため従業員宅の玄関ドアに電話連絡を促す張り紙を紙テープで貼って立ち去る事案が発生した当該従業員宅の玄関ドアには書面や郵送物を投函するための郵便受けがついていたものの管理職2名は活用しなかった当該従業員は 経犯罪法違反である旨を総務部門並びに当該管理職に対して通知したものの会社側は違法性はないとして謝罪を拒否した2019年に名古屋事業所の従業員が労働基準法違反を労基署に申告しようとしたところ直属の上司がそのようなことをしても君のためにはならない社労士である自分の妻は違法性はないと言っている法律のプロである妻が 違法性がないと言っているのに、なぜ申告するのか、などと主張し、申告手続きを妨害しようとした。その後、老規署から、当該従業員の申告に基づき是正勧告が行われると、当該管理職は一転して、君が申告してくれたおかげで、会社はより良くなったので感謝している、などと主張するに至った。なお、 労働基準法104条は労働者による申告の権利を保障しているため、社会保険労務士の名前を用いて申告を留保させる行為に正当性はない。ありがとうございます。